40秒チンしました。そう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 、どうですか、めっちゃいい感じでしょ。今回はもう本当にもうテンションがもう高すぎ新作です本当に。ということで私もう本当に限界が近づいておるんですけども、やっぱ酔っ払った時はね炭水化物取った方がいいです。炭水化物ね肝臓の働きを助けてきますんで。ということで今回はねパッとできる炭水化物レシピです。まあ今ねジメジメしてるじゃないですか、世の中が本当にもうジメジメしてます、いろいろね。こんな暗いジメジメした気候の中でね、さっぱりしたものが食べたいと思う今日この俺でございます。ということで今回はねさっぱり食べれる塩親子丼。しかもですね、この親子はなんとですねレンチンでできちゃうんです。熱いとさコンロの前に立ちたくなくないですか。僕は立ちたくないですね。レンジで火を使わずにもうねぶっこんどけばできるっていう最高に美味しいさっぱりとした塩親子で作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。説明したいと思います。今回はね結構ねシンプルです。鶏もも肉です。 100g ぐらいご飯ですね。ご飯はもういつもの通り砂糖のご飯です。であと生姜でございます。生姜が 5g、 長ネギが大体ね 30g から 40g ぐらいの長ネギ。調味料は概要欄、卵2個ねこれを使っていきます。もうそんなもんですね。あとまああれば紅生姜があればいいです。じゃあもうとにかくもうやっていきましょう。生姜まずね、こういう感じです。長ネギ、まあ、斜め切りいきましょうか今日は。はい、でこれ置いといて、本当はねお野菜とお肉ね同じまな板乗っけちゃいけないっていう定説があるんですけども、今回全部煮ちゃうから大丈夫。これそぎ切りにしていきますね。レンジでやるっちゅうたらあのなんか手抜きなイメージがあると思うんですけども、実はね親子丼ってねレンジでやっても何も遜色ないです。なんでかっていうと、あの親子丼って全部の工程煮るじゃないですか。焼く親子丼もあるんですけどね。なんであのレンジでやっても何の遜色もないです。むしろね親子丼とかってレンジ調理の方がうまいまであります。これはそうしましたらですね、丼でもいいんですけども、こう丼型のこう容器に、まあ、鶏肉ですね。ちょっと今日鶏肉多めですけど、まあ今回入れちゃいます。で長ネギ、サムドリコ、ちょっと斜めの薄切りにしたやつですね入れていきます。で千切り生姜もうパラパラっとここで入れていきます。調味料を入れていきますね。水です。水はね 45cc だから大さじ3杯ですね、まあ、45cc なんで。はい、そして白だし大さじ1杯と2杯です。これ入れていきます。でここでお塩おつまみパラッと加えます。塩焼き丼なんでね、白だしに塩分めちゃめちゃ入ってるんですけど、塩入れないと塩どこだよっていう人がいるんで、白だしいっぱい入ってますっていつも言うんですけどね。そしたら本みりんですね、まあ、みりん風調味料でもいいんですけども、みりんを入れてちょっとね味をつけていますってなったら揉み込みます。これみりんを入れるのはあの甘みをつけるためですね。あのお塩だけの味だと結構ねしょっぱみが立つんですね。だからみりんを入れます。これみりんめちゃめちゃ重要です。これは全然なじませます。はい、そしてですねふわっとラップして4分間チンします。ちょっと見送ります。じゃあさらばで、この4分チンしてる間に何をやっといたらいいかっていうと、卵を割ります。で卵は1個つ入れるんで、で、卵1個溶いたら、あ、ちっちゃい卵これな、軽く溶きます。白身と卵黄はね分離してる方がいいです。卵黄と卵白って固まる温度が違うんですよ。卵黄のはね早く固まるんです。白身と卵黄のあの硬さの違いのコントラストが味の中で生まれるんですよ。軽く溶くぐらいにしておいてください。でさらに僕は卵2つ使うんですけども、1回目と2回目を分けるんです。そこでまた味のコントラスト、食感のコントラストがまた違ってきます。鍋で作ったような複雑な食感が生まれるんでものすごいうまいです。これはね絶対やってください。これははい、はい、これでちょっと開けていきましょう。ささっとなるんでちょっと気をつけてくださいね。はい、こんな感じになりました。でちょっと混ぜてみましょう。うん、
お肉には完全に火が通ってますね。で、ここにですね、でちょっとね混ぜるんですね。 TM ネットワークですね。でこれ入れてまた蓋するんですよ。でこれ40秒中で、その間にもう一個ね軽く溶いてくるんですよ。これ卵ちっちゃいな、これ、はい、さっきぐらい軽く溶く感じですね。混ぜ合わせすぎない、これが大事。40秒チンしました。そうどうですか、ほらちゃんとねちょっぽり固まるんですよ。でここにもう一回もうお卵をちょっと流します。でちょい混ぜ、もう一回ラップして、これでまあ30秒、まあ30秒ぐらいでいいから。どうですか、あ、まだ白身が全然固まってないんだけど、ラップ剥がさんでこのままやっとくと、あの白身がね、あのちょっとあのどんどん固まっていきますんで、砂糖のご飯はねこれであの丼に入れていきましょう。じゃあパトーンと、そして置いといたらさ、こんな固まってるの、これ白身のところも結構余熱で固まっちゃうんだよね。そしたら周りちょっと入れていきましょう。そうするとねつるんと抜けるようになります。でここに入れていくんです、ほらめっちゃいい感じでしょ。でここに紅の生姜、まあ、こんな感じでこれは入れてください。そしてですね、三つ葉とか乗せる場合もあるんですけども、まあ三つ葉とかってまあ多分あんま変わんのやないかなと思いまして、ということでなんと火を使わずにさっぱりと食べられる塩親子丼の単体です。いただきます。うまっ、醤油入れたのにすっごいすっきりしてる。だしのつゆが染みたご飯がちょっとね雑炊感があってね、めちゃめちゃうまいですね。でここでねラー油をねこれ味変カンフージネーションすると、これはもうパンチが効いてうまい。これよ、もう全国の塩派の皆さんにも見てもらいたい。うまっ、これは相当美味しいんで、やっていいですか、デーモンの召喚入れよ。デーモンよろしくお願いします。ういっす、いただきます。おっす、優しい味、うまっ、うまいでしょ、最高なんですよ。これはめんつゆじゃないこの白だしバージョン、うん、全然雰囲気違いますね。さっぱりにサクサクです。このトロトロ感あるレンジでやる方が全然トロトロいく、ああいうバージョンまたまるよ。急に攻撃的になりました。攻撃表示になるんだよね、今まで守備表示だった、守備表示でした、うん、攻撃力3000ぐらい、うん、俺らの胃袋にダイレクトアタックしてる。この塩やごどん本当にレモンの召喚なので、ぜひ皆さん召喚してみてください。焼肉塩派カレー派の論争あるじゃないですか。僕はどっちもいい派なんですけども、たまに塩派、あの塩派かき引き派が多いからね。焼き鳥タレって言うと、いやいやお前さ焼き鳥屋来たんだからさ素材の味を感じろよっていう人いるんですけど、まああんまりああいう人はちょっと仲良くなれないですね。